どうも皆さんこんにちは、サブスターズということで、今日はですね、みっちゃんの新居ルームツアーポン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 ペン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 というわけで、僕の新しく住み始めたこのしょうもないですね、質素な部屋を紹介していきたいと思います。なんかね、ツイッターの DM とかでみっちゃんよかったら新居を公開してくれへんって言ってもらってたんで、あ、じゃあまあ僕の部屋でいいならじゃあ紹介しますよっていう感じで今日はやっていきたいと思います。でちょっとなんか違和感すごいっすよね。なんかいつもと違う部屋なんでね、まあこんな感じになってますけれども、あとちょっと色味がね、ちょっとなんかいつもね、真っ白なんですけど、白いランプがなくて巻き黄色なんですけどね、まあちょっとその辺はご了承ください。念願のみっちゃんのひろりひろりろりろり一人暮らしの部屋行ってみましょう。はい、というわけで玄関にやってまいりました。こちらが一人暮らしの男のやつの玄関といったところでしょうか。何の変哲もない玄関でございます。ここに靴が脱ぎ散らかしてあるやんって思った方いらっしゃると思うんですけどね、こちらが靴箱になってるんですけど、靴箱がもういっぱいでございます。はい、もうなんならこの下のブーツなんてね、この横倒しで入ってますからね。ちょっと靴箱ちっちゃかったな、そこはちょっと反省点かな。でこれが挟まってこうしてね、閉まらないと。でこれはチャリの空気入れですね。水島はレジハウスまで通勤15分かけてチャリンコで行ってます。はい、で玄関のこの右側にはこの外出時に使うものとかを置いてるわけなんですけど、これの中にはとりあえずこの鍵とか指輪とか小銭とかもぐちゃっとこうバーってこうバーってこう一緒くたにバーってこう入れれるようになってますね。でこっちはまあお出かけセットみたいな感じですかね。はい、これがまあリップとかハンドクリームこう詰め替えに入れてるやつとか、でこれあ、これ消毒のやつなんですけど、こうなんていうの、ね、このなんかこうシュッてこう出せちゃうやつなんですね。これはんこう持っていけるやつです。はい、ですごいいい匂いするからおすすめ。はい、でここにこういう消し、こんななんかこう香水がいっぱいドラーっとこう並べてありますね。この辺はまあいわゆるこう一軍の香水というか、もう普段からバンバン使っていく系のやつらです。これいただき物 のロイベの香水、これ誕生日にもらったんですけど、めちゃくちゃいい匂い。これもう結構減ってるよね。もう香水ってなかなか減らへんけど、まあ結構使ってるよね。はい、でこれがこれだよ、これ超おすすめなんですけど、まあ、こうルームフレグランス、インテリアフレグランスオイル、ウッディってやつですね。俺のブーツにはガラガラヘビじゃなくてウッディです。はい、無印良品なんですけど、これめちゃくちゃいい匂いする、マジでおすすめ。女の子の話聞きたい時とかはマジでおすすめ。この後ろ側に回るとここにキッチンがございます。キッチンがございます。はい、これこうちょこれね、赤色でこういいよね、赤色がねこうアクセントカラーになってて、はい、でまあ料理は全くしません。僕は全くしません。なんなら冷蔵庫もありません、この家には。ってぐらいストイックだから、もうこの IH のこのコンロは完全に物置に貸している。そしてこれはお母ちゃんから届いた仕送りのみかんだ。はい、お母さんありがとう、いつも助かってます、本当にありがとう。はい、でこちらがバスルームでございます。なんとバスルームはユニットバスとなっております。非常に生産性が高い。何やってんねん一人で。まあこんな感じっすね。はい、もう壁が超おしゃれじゃないですか、これ。これ超良くないですか、壁。どうかな、いいと思うねんけど、みんなあんまり。これがあれですね、モップ用のやつですわ。このね、この壁がいいから、まあユニットバスでもセーフかなって。ほんまはセパレートが良かったんけど、まあまあまあこれ綺麗やしいいかっていう感じでここにしました。で歯ブラシはフィリップスのこうなんかよくわからへんやつで、このコース、これね、マービス の, 歯磨き粉ですよね。でこっち化粧品系はもう基本的にイソップです、僕は。はい、もうイソップの虜です、信者でございます。もうイソップはマジでいいよ。何がいいかって、もうイソップ
はい、というわけで次はリビングに行きましょう。リビングはこんな感じ。とにかく何もない。ちょっと狭く見えんねんけど、一応7畳ありますよと。で、これはしごね、はしごあるんですけど、この上には何もありませんっていうのは嘘って、こっち側にこうかけ直して、ここにロフトがあるっていう感じですかね。で、ロフトで基本的に寝るんで、まあ下にはベッド置かなくていいんですよっていう感じになってます。で、ここにはまあリビングはもうなんもないな。もうギターとこのなんちゅうの本がね、もう本しまうとこなくて、で、これ一応全部レジハウスに置いてあった本なんですけど、どんだけ本あんのと、何十冊あんの。で、ここがクローゼット。まあ服がこうワンサか入っとりますよと。でもこっち側にはこうなんかこういろいろね、服畳んでこう置いてるやつとか、ここにはね、なんかコード類とかね、いろいろ落としやつとか、グラサンとかメガネとかそういうのが入ってます。やばいやばい、戻らへん。よし、はい。でもこう下の収納ボックスみたいなのを設けて、こんな感じでいろいろまとめてますね。使うもんはまあとりあえずクローゼットにぶち込むと。社長も言ってたんですけど、とりあえずやっぱあれですよね、なんちゅうの、ほら、その部屋がさ、ぐちゃぐちゃになっちゃうからさ、とりあえず使ったもんは全部どっかしまう場所決めといて、綺麗にしていこうというわけでございます。まあこんな感じですかね。じゃあ次デスク行きましょうか。ででーん、デスクー。このデスクライトが超綺麗、こういいよね。この黄色のデスクライトなんですけど、こう白に映えるよねというか、これもう社会人になりたての時に初任給で買ったやつですわ。学生の時からずっと欲しくて、で、これを初任給でもうぶち買ってやりましたね。はい、いいですね。いい感じの、デスクになってます。はい、で、ここにね、このハンドルみたいなのがついてて、ここにこうヘッドホンをね、かけてますね。で、このハンドルですよね。ハンドルなんなのっていうと、これ出てくんのよ。で、これちょっと伝わるかな、ちょっと伝わるか分からんねんけど、これ回すことによって、もう机がこう上下するという、結構回さなあかんねんけどさ、これどんどん下がっていってんの分かる、これ、机が。手ぶれのせいで分からん。おかえりなさーい。というわけで、みっちゃんのルームツアーどうでしたでしょうか。まあ思ったより何も紹介することがなかったんで、まあちょっと尺的に大丈夫かなっていうところはあるんですけれども、まあお楽しみいただけたら光栄でございます。まあちょっとさすがに物がなさすぎて、もう誰も呼べないですね、人もう、くつろぐスペースもないんで。まあどうしたん話聞こか、どうしたん話聞こかとはいきませんな。というような感じでみっちゃんの心境ツアーしていきましたけれども、はい、まあ、今日はこんな感じです。以上です。はい、もう特にオチとかないっす、もう何も。はい、ひょけ、それでは皆さん、バラでした。ちなみにですね、こちらの一番下のこの収納ボックスの中にはですね、まあこんな感じでね、小物類がこう、ガサガサっと入ってるんですけど、まあ、こちらですね。ポケットテンガ。そして、ポケットテンガ。そしてこちらが、伝説のバーンスライド。高低差6ミリのマウンテンがあなたの仮首を締め上げる。バーンスライド。